だが、扉をくぐって俺の目に飛び込んだ光景。あら、徒競走大会でもしてるのかな。それは、任務は終わっていない。護衛もターゲットも生きているぞ。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。今まではドブネズミのようにコソコソと動いていたのに、どういう心変わりだ。現れたのはコード EL の八塚だった。まだ生きてたんですね。元気してました。あんたら天羽組さんでしたっけ。事務所に来ていきなり襲われたら困るな。天王寺組のニラサワと申します。ついてきていただいてもよろしいでしょうか。そうか、家族はいねえか。この護衛で死んでも悔いはねえか。てめえらを殺すのはこの神道玄吉だ。落ちているお金を勝手に持ち出したら泥棒だよ。バレちまったらどうせ破門だろ。じゃあてめえらやって半グレでトップ張るわ。下脱します。随分と舐めた真似してくれんじゃねえか。おいたはそこまでだぜ、ガキども。お前たちに抹殺依頼が出ている。拷問死したくなかったら慰謝料をよこせ。あれ、俺なんでこんなところにいるんだっけ。空が緑なのは春だからか。黙れ。うちの店でおいたする蛮族め、このビーグルがあちらの世界にご案内するね。おお、三人も死んだか。だが上出来だ。お前ごとき俺一人で十分だな。俺は世界中の戦場を回った傭兵だ。やるからには必ず殺す。ちょっとそこの人危ないですよ。呼ばれて飛び出てジャ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 ーンでございます。俺の名前はバンバユージロってんだ。ここのアサシンだ。地球上最強の生物に憧れちまってな、こんなコードネームなんだわ。邪魔をするな、小物が。俺は早く飯が食いたい。あちゃー、さすがに近づきすぎちゃった。クソが気にさらせ。バカ野郎が、俺はテコンドーの有段者だぞ。てめえ殺してやりゃ。熱くなるとバカが出る。死にたいんだね。背後に現れたのはなんと。お前らに聞きたいことあってさ。あれ、なんだこの騒ぎ。天下の往来だ、堂々と通らせてもらうぜ。極道がなんぼのもんじゃ。吉永さんの時代だ。この大竹なりうみ、逃げも隠れません。真正面から勝せ。俺は陽炎ってんだ。うちに入らないならいつか邪魔になる。死んでくださいよ。お前、俺の女にちゃちゃやられてんの。あ、やっぱ防弾やわな。これ持ってきといてよかったわ。出てこんってことは蒸し焼きがご所望ですか。なるほど、東京はうなぎも蒸すらしいしな。いきなり王将取ってまうか。この宅地は我々チームの勝ちですね。発見しました。えらい盛り上がってるやないか。俺も仲間に入れてくれや。バイクの弾丸だ。さて、手柄を独り占めしてうまいビールでも飲みますか。あっさり回避なんて、伝説の暗殺者は全然違うな。忘れたか、獅子王組の井上だ。うちの跡目争いに首突っ込んでよくも辰本の兄貴をやってくれたな。天羽組の出入りだ。死んで詫びてもらう。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。誰一人逃げられません。絶対死にます。愚か者が、白兵戦でこの角中正樹に勝てると思うのか。盛り上がってんじゃん。俺も混ぜるよ。お前、うちの事情にくちばしを突っ込んでいる京極組の高砂だな。ちょっと怪しい思っとったんじゃ、ボケが。これが俺の隠し玉だ。肌色で死人できねえ、火花も出ねえ、読めねえぜ。俺は元プロボクサーだ。東日本の新人王だぜ。一民な、天王寺組を舐めとんのか。俺は京極組の戦国だ。てめえは残殺決定、絶対逃げられない。ガンダム、ミスシューティングだ。兄貴、おやさん、遅れてすみません。ひるむな、奴は一人でお荷物だって抱えてる。路地から出る前に撃ち殺せ。とっても大事にしてたのに。離反の噂が上がってきたから集会を見に来たら、案の定とはこのことだね。マッドカルテルの高坂慎太郎と申します。存じ上げてますよ。天羽組の須永久也さん、魅力的な人だ。お前が持つぶちまけるよ。何用かは聞かん。知りたくなければ立ち去れ。じゃーん、
拳銃です。喧嘩とは財力で勝負が決まります。恨みはねえんだが、まあ運がなかったと思ってくれや。京極組の人斬りの吉岡、兄ちゃんをやる人間の名前だ。どこの馬の骨か知らんが、この場で叩き切ってやるよ。山田さんの中土手でザク切りじゃてめえ。これスコーピオンテイル、俺頭を狙っている。お前さっきからグダグダうるせんだよ。もういい、殺すわ。ああ終わったね君、彼を怒らせちゃった。なんじゃこの男は、ずいぶん元気がいいじゃねえか。てめえは終わりだ。この人は謎のキリノさんだよ。朝倉をやってくれたみたいだな。お前ら皆殺しや。てめえの生態はどんな感触がするかな。どけ雑魚、俺の前に立つんじゃねえ。はあ、せっかくチャンスあげたのにそれ抜いちゃうんだ。バカだね。組織でてめえに抜かれてからぶち殺す気をずっと夢見。死竜、あの日貴様に殴られた痛み、それは今や怨恨へと醸造されている。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。